ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手をもって開封せよ。かつて戦いがあった。かつて別れがあった。そして再会があった。再会は未来への道。未来を抱く新芽に育たぬ。新芽はやがて葉へと伸びゆき、また新たな忍びが始まる。油断したな、錦式。お許しを。すぐに仕留めます。私たちは過去にあった数々の戦争を経て今日の平和を築いてきました。しかしこの平和を手に入れるために多くの忍びたちの犠牲があったことを私たちは忘れてはいけません。ボルト、ちゃんとリングを持ったの？やべ、忘れてた。そしてこの平和を維持するためにも、あれ、どこだっけ？
そして子供たちに伝えていかなければ。お兄ちゃん、これでしょ。サンキューひまわり。じゃあ演習に行ってくるってばさ。いってらっしゃい。七代目火影の尽力によりバラバラだった5つの里は一つになり、さらなる発展に向かい一歩一歩歩んでいくのです。さっさとサラダたちと合流しねえとな。ゲームやってて遅れたことがバレたらまた怒られちまう。集合場所は木の葉の門だったよな。あれ、サバイバル演習場に直行だったっけ。ま、行けばわかるか。惜しかったね。まだまだ個人の力に頼っているな。大切なのは仲間とのチームワークだぞ。これ、仲間と言われても一人足りてないんですけどね。それ今言わなくていいから。だいたいあんな遅刻男がいなくてもこの浜田先生くらい。四国男がなんだって。おっと、ちぃ、奇襲は失敗か。あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次の火影としての器を表しているのかな。火影になるのは私。ボルト、あんた遅刻だから大遅刻。細かいこと気にするなって。行くぜサラダ、ミツキ。このハマル先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ。てみるか。一人で全部できた方が断然かっこいいじゃん。まだ今の、はあ、お前ってやつ対抗する。ボルト、そろそろ決めるわよ。あ、もう一丁。まだバラバラなくて、だから、あれが最近開発された例の人魚か。見たか、俺の実力。
やっぱ俺がいてこそのこのハマる班だってばさ。そうだね、やっぱり七代目火影の息子の君がいないとね。遅刻男が偉そうに何言ってんだか。つうかあんた、なんで遅刻してきたのよ。まさか、またゲームやってて遅れたんじゃないでしょうね。まさか、んなことあるわけねえだろ。じゃあなんで顔を背けるのよ、あん。いや…お前たちは仲がいいのか悪いのか。正直、チームワークはまだまだ改善の余地があるが、だが、今の強さなら今度の…ん？はい、このハマルです。無線連絡？なんだろう。ええ、了解しました。緊急任務だ。どうやら近隣の村にクマが出没し、田畑に被害が出ているらしい。俺たちはこれより現場に向かい、そのクマを捕獲する。クマ？俺が先行する。ついてこい。今回の任務もボルトなら楽勝だよね。何せ次期火影なんだから。だから火影になるのはわた俺は火影になんかならねえよ。そうなの？僕はてっきり君が火影になるものだと思ってたけど、君の祖父も父親も里で一番偉い火影なんだし。一番偉いとかなんだとか、そんなの関係ねえよ。一番近えとこにあるもんも見られねえほかげなんて。出せんだよ。クソ親父。それで、その熊捕獲は誰に行かせたんだ？このハマルの班に行かせた。あいつには例のあれを持たせているからな。データ取りにはちょうどいい。もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ。これ、クマだから。パンダだろ。いや、だからこれはパンダに見えるクマだから。いやいや、どっからどう見てもパンダだろうがよ。このハマル先生、あのクマパンダの捕獲に使った人具は。ああ、俺か。あ、それ私も気になってたんです。私たちとの演習の時も使ってましたよね。これは科学任務班の試作品。この任務の中には術を封印した小さな巻物が収められていてな。極端な話、チャクラを持たない一般人でもこれを使えば術を使うことができる。で、今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだ。へえ。さて、とりあえず演習とクマ捕獲任務は完了だ。これより
7代目に報告に向かう。俺は先に事務処理を済ませておくから、お前たちは追って保管室に来るように。はい。いいな、ボルト。へいへい、分かってやすよ。それじゃあ、後でな。